っとやってみたい。おかゆさん、早口言葉さ、言える？早口言葉、例えば？じゃあね、隣の客はよく客かき食う客だ。お、3回くらい言えばいい？いいよ。よし、隣の柿はよく柿食う客だ、隣の柿はよく柿食う客だ、隣の柿はよく柿食う客だ。あのね、おかゆ、隣の柿ってな隣の柿最初から言えてなかったんだけど、どうしよう。最初から言えてない場合はこれはでもアウトですね。あ、もう一回、じゃあ客バージョンで言って、客バージョンで。客バージョンで、ね、客バージョン隣の柿が柿食ってる柿隣の柿あ、でもすごいよ、なんか間違えてんのに、うん、言えたよみたいな感じの言い方すごい可愛いと思います。だって言えたと思ってたんだもん言えてません。言えたと思ってた。じゃあちょっと客バージョンいくねいいよ。隣の客はよく柿食うか…やっぱ客が難しいんだな。コロさん言える？待っていくよ。うん。隣の客はよく柿食う客だ。隣の客はよく柿食う客だ。隣の客は柿あ、でも僕より言えてんね。言えてんね。僕一発目からアウトだったからね。そうだよ。他になんかあるかな。じゃみんなに教えてもらおう。あれは、赤巻き髪、黄巻き髪、あ、青巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。あ、そう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 。あ、それなら言えそう。せーの。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。惜しかったー。あー、惜しかった。最後の最後だね。ね、めっちゃ惜しかった今。うん、全然ツボは惜しくないんだけどね。ね、登ってきてほら。本当？本当だ。よいしょ、頑張れ。コロさんも行ってみいや。うん。赤巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、ログアウトしてるそれ、うん、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤髪髪、髪髪早口言葉って難しいんだな。 赤巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、黄まみまみん黄まみまみんあれみたいになってる。コロさんがよくさ、なんだっけ、塗ってるやつ肩とかに塗ってるやつみたいになってた今。あ、アンメルツ横横。そうそうそうそれみたいになってた今。全然そんなんじゃないけどあ、マジみたいになってたよ、うん、Thank you for watching. Thank 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 you for watching.